私の手紙を見て来てくれたのね。ありがとう。ああ、手紙を受け取ってくれたのね。来てくれてありがとう。魔術師ギルドのデュレフという私の友達が危ないのよ。私の力だけでは彼をファイアソングから守れない。普段は自分たちの島から離れないドルイドのサークルよ。でも最近彼らはそこら中に姿を現して人々を襲っている。アーセンルート居留地で片付けたと思っていたけど、デュレフが手がかりを探している時に彼らを見たそうなの。私は歴史家でね、ガレンのドルイドが大昔にハイロックを去った後どうやって移動していったのかを調べているの。デュレフはこの辺りに詳しくない私に代わって先に行ってくれたんだけど、危険な状況にいるのよ。力を貸してくれる？何とかして報酬は払うわ。こっちだ。この石板の拓本を取ってるんだ。デュレフ、イフレに感謝を。ファイアソングにやられてなかった。俺に心配はいらないって知っているだろう、ローレル。それよりこれを見てくれ。見張っておくから事情を話してあげて。
はあ、ローレルに有能な助手を頼んだが、使えそうなやつを送ってくれたようだな。魔術師ギルドのデュレフだ。腰抜けのファイアソングどもはさっき巻いてやったが、ちょうど来てくれてよかった。こいつを見つけたんだ。古代の石板だ。この文様はトゥアッカの尻尾並みに古いが、上のシンボルはドリードを表しているぞ。それにこの模様は何かの儀式だな。だが他の3つのシンボルはわからない。ウィルドだろうか。見当もつかないな。さっきベルダーマのウィレスと会った。彼女ならドルイドがドルイドたちをシストロスへ連れて行く前になぜウィルドを訪ねたのかを知っていると思ってな。彼女は物語を思い出すのにしばらくかかったが、記憶が戻ってこの石板を俺に調べるよう言ったんだ。わからん。だからこの拓本を作ったんだ。これを持ってウィルドの木の近くにあるベルダーマのキャンプに行き、ウィレス・トーラに見せてくれ。彼女がウィルドとドルイドの物語を思い出すきっかけになるかもしれん。ドルイド・ローレルと俺もそこで合流する。キャンプはベルダーマ・ウィルドの木のすぐ西だ。俺はドルイド・ローレルに同行し、彼女を護衛してそこまで連れて行く。ウィレスが何か思い出してくれたことを祈ろう。せめてこの石板の内容についてもっと詳しく教えてくれるといいが。はっきりとは分からん。彼女にドルイドーとウィルドに関する物語を尋ねたら、最初に思い出したのがこれだったんだ。ドルイドと同様、ウィルドも主に交渉の歴史を持っている。だからこの石板には特別な意味があるはずだ。ふん、砂と海にかけて。もしそうなら奴らは見当違いの場所を探していることになるな。ローレルに手紙を書いてファイアソングを巻いた後、連中の姿は見ていない。しかしまだいるはずだ。風の中に感じるんだ。妙な組み合わせに見えるかもしれないが、ローレルと俺は長い付き合いだ。彼女は俺がガレン沿岸でナンパした時、瀕死の俺を海から引き上げ、ストーンロアのドルイドたちに看護させた。その後俺は海賊を辞めて新たな航海に出発したのさ。ドルイドの道の調査だけで返せる借りじゃないが、ローレルは友達だ。世界は広いし、俺にもまだやれることがある。彼女はそれを教えてくれた。居留地であんなことがあった後では、ファイアソングの犬どもめ、奴らがここにいるのは偶然のはずがない。はっきりとは分からん。彼女にドルイドーとウィルドに関する物語を尋ねたら、最初に思い出したのがこれ。キャンプで合流しましょう。まずはこの石板を見ておきたい。
死んだ魚だけだ。何があった？ドルイドたちはファイアソングと名乗っていた。襲ってきたの。なんてこと。お願い、彼女と話して何が起きたのか確認して。さっきあのファイアソングと名乗るドルイドたちが押し入ってきたの。そしてあなたがウィレス・トーラと話した魔術師と別のドルイドと一緒に現れた。あなたたちも私たちを襲いに来たの。ファイアソングのリーダーアークドルイド・ミシエルが何かを開くためについてこいと要求してきたの。確かドルイド王の儀式場と言ってた。ウィレス・トーラがそれを拒否すると奴らは襲ってきて彼女をさらったの。いいえ、でも本当に助けてくれるというならウィレス・トーラを無事に取り戻して。ドルイドたちはウィルドの木がただの低木だった時からずっとハイロックに姿を見せていない。だから彼らが現れた時私たちは興味を持ったのに。あのドルイドたちのキャンプの位置をあなたの地図に記しておくわ。つい最近よ、彼らが現れた当初私たちは好奇の目で見ていた。私たちの大半がドルイドを伝説にのみ名前が残る存在だと思っていたからね。彼らがキャンプを設営し始めた時私たちはただ見張っているつもりだったの。私たちが甘かったのね。石板？いいえ、こんなもの見たことがないわ。でも真ん中のシンボルは私たちが昔自然を表すために使っていたものと似ているわ。それに左下ベルダーマのシンボルの一種のように見える。残りの2つは何を表しているのかわからないわ。あっという間だったの。ファイアソングは道を開くためにウィレスが必要だとか何とか言っていて、ドルイド王と儀式場のことも話していたわ。そんな話あの魔術師がウィレス・トーラに尋ねるまで聞いたこともなかった。そう、ウィレス・トーラはデュレフのことを好意的に話していたわ。彼は大昔にドルイド王がウィルドに会ったことについて何か物語を知らないかと尋ねたの。彼女は何か知っているようだったけど他の長老たちに相談すると言っていたわ。だからトーラはファイアソングに誘拐されたの。ファイアソングのキャンプも今度ね。ウィレス・トーラを見つけないとまずいわね。ローレル、ここで待っていろ。俺は友人についていくが邪魔はしない。ファイアソングを確かめに行く。
ウィレス・トーラの姿はないんだが、あれはな、聖なる種？ファイアソングがアーセンルート居留地でストーンロアの種を探していたと聞いたが、ドルイドーのウィルド訪問と何の関係がある？ここに何かいる。アグヌマだと？少なくとも進む方向は分かったな。
ウィレス・トーラの痕跡がないか探そう。ここに何か刻まれている。フリー、どういう意味なんだ。ドルイド・ローレルとウィレス・ジョスリンに手に入れたものを見せに行こう。ウィレス・トーラは？根とトゲにかけて、ずいぶんかかったわね。一瞬だけど、自分であなたたちを探しに行こうかと思ったわ。何か見つかったの？ファイアソングがウィレス・トーラをどこに連れて行ったかわかった？彼女は無事？ハグ沼？北東にあるあの沼地？ふむ。ファイアソングが地図に印をつけているなら重要な場所のはずね。急いで行きましょう。道をたがえた者、アークドルイドミシエルがウィレスに危害を加えない保証はないわ。他には何か見つかった？命令ですって？見せて。アークドルイド・オルレイスはファイアソングサークルの長老よ。ファイアソングの中でも大きな尊敬を集める人物なの。なぜ彼女はミシエルにここで自然の霊魂を手に入れさせようとしたの？諸島には自分たちの霊魂がたくさんいるのに。それでこれで全部？興味深いわね。私たちドルイドは儀式にトーテムや呪物を使うの。これにも同じような使い道があるのかしら。それにここに刻まれた文字は何？フリー？聞いたことがないわ。他に選択肢がないわね。ファイアソングがウィレス・トーラをハグ沼に連れ去ったのかどうか確かめに行きましょう。地図の印は明確ね。ハグ沼でこの場所を見つけるのは難しくないはず。何があるかしらね。あの忌々しい連中に遅れを取るのはもうたくさん。私たちの聖なる種を奪おうとしたと思ったら今度はこれ。一体どういうつもりなの？聖なる種はドルイド王カソレインによってドルイドの3つのサークルに委ねられたの。それが必要となる時まで保管し守るようにとね。予言ではそのように言われているけど、その真意は何百年もの間議論の対象になってきたわ。カソレインの夢よ。私は伝達の石に刻まれた予言を読んでからドルイド王の物語にずっと興味を抱いてきたの。もちろんそれぞれのサークルは予言の意味を違う意味で解釈している。私たちが意見を違えているたくさんのことのうちの一つね。あの忌々しい腐った根の連中がやることの理由なんてわからないわ。ストーンロアの聖なる種を手に入れようとしているのは明らかだけど、なぜ本土から自然の霊魂を得ようとするんだろう。さっぱりわからないわ。私たちは皆伝説を追いかけているだけなのかもしれないわね。地図のその場所の近くには洞窟があるわ。東の海岸のあたりよ。呪われていると言われているから私たちは近寄れないの。呪われている？そうか。じゃあそこだな。その場所で会おう。この先の道を開いてついていくわ。
れるとは。口に気をつけろ、ウィレス。エコがファイアソングのものになる。そうなる運命だ。急いでこっち。たちと遊んでいる暇はない。第二の儀式場が待っている。ウィレス・トーラ、大丈夫？ああ、デュレフ、あなたたちは間に合った。ありがとう。あの悪のドルイドから救いに来てくれてありがとう。あなたたちのおかげで私の命は救われたよ。だがアークドルイドが儀式を終えるのを阻止できなかった。すべてはあなたの仲間のデュレフが私に聞いた物語と関係しているのだろうな。仲間の長老たちに相談し、あのファイアソングのドルイドの戯言を聞いた後である物語を思い出した。ベルダーマ・ウィルドが大昔にドルイド王カソレインと協力してこの場所をある儀式のために聖別したという話をね。デュレフは私が示した石板を見つけられたのかい？ああ、記憶の通りだ。この模様はある儀式を描いたもの。私には見慣れない儀式だがね。このシンボルはドルイド王とベルダーマ・ウィルド、グレンモリル・ウィルドを表している。中央のシンボルがアークドルイド、ミシエルが探す霊魂だろう。
石板に描かれた儀式だと思うが、順序は逆さね。これはドルイド王とウィルドがある自然の霊魂のためにとある場所を性別したことを示している。アークドルイドの儀式はここを汚すことに成功した。彼は第二の場所でも同じことをするつもりだろう。詳しくは知らないが、グレンモリル・ウィルドがそこでドルイド王に協力したのなら、バンコライのどこかにあるはずだ。アークドルイドは儀式場へ入るために別のウィレスを必要とするはず。呪文を完成させたら、奴は自然の霊魂を召喚できるだろう。グレンモリル・ウィルドですって？どうすべきか話しましょう。ドルイド王はベルダーマ・ウィルドと会って儀式を行っただけじゃなく、グレンモリル・ウィルドの協力も得ていたの？そしてファイアソングはなぜかそのことを知っていたってこと？なんてこと！知らなかったのは私だけ？あいつらを阻止しないと。ケイウの月の雨が栽培の月に花を咲かせるくらい確実にね。急いでバンコライへ行って、ウィレスがあなたに話したグレンモリルのキャンプを探しましょう。アークドルイドミシエルが第二の儀式場を破壊するのを阻止しないと。私が力になれるかもしれない。バンコライへのポータルを作ろう。ウィルドのキャンプの近くまで行けるはずだ。感謝するぞ、ウィレス・トーラ。快晴がありますように。